鎌田がラチオ残留から急転、クリスタル・パレス遺跡が濃厚となったけど、なんか色々揉めてるようね。そうなんだよな。ここら辺ちょっと複雑なのでなぜ揉めてるのかについて今回やる。ぜひ最後まで見ていってくれよな。ラチオの SD がブチギレしてたり、もうラチオ残留で決まりみたいな感じだったのに、本当に何があったのかしら。だよな、外から見てるだけではなんであんなブチギレてるのか意味不明だしどういうことか見ていこう。鎌田大地とラチオに何が起きたのかガゼッタ記者が伝える、破談、の舞台裏。突然の U ターン、それとも急旋回とでも言おうか。鎌田大地の代理人たちによる土壇場での要求に、ラチオの幹部たちは思わず椅子を蹴り、こう言った。言っている意味がわかっているのか？こんなことは受け入れられない。もう好きにしたらいい。なんか想像以上にヤバそうね。一体何があったのか。鎌田は契約が満了する6月30日にラチオを去ることになるだろう。ここ数日、イタリアでは、鎌田はラチオに残留したいという鉄の意思を持っている、と報道され続けてきたが、実際にはそれとは真逆の方向に物事は進んだ。ラチオのプレートの相性を取り戻し、イゴール・プドール監督との関係もこれ以上ないほど良好であったにもかかわらず、鎌田はローマを去ることになった。鎌田の代理人であるロベルト・ツクダとマヌエル・フェレイルがラチオの本部フォルメットを訪れ、鎌田の契約更新について話し合ったのは、つい数日前の話だった。以前から言われていた通り、3年契約の年俸300万ユーロ、約5億1000万円。ただイタリアに限らず、契約期間中に移籍する場合には約2000万ユーロ、約34億円。あるいはそれより多少、少ない金額の解除金が必要という内容で、両者は合意に至っていた。少なくともラチオはそれで全ては決着したと思っていた。ラチオ側はね。でも鎌田側ってどうかしら。確か CL 出場を一番に考えていたはず。そうなると高額な契約解除金ってネックになるし。高額ってほどでもないけど、なるべく低い方が鎌田側としては理想ではあるな。しかしこの解除金の額が紛争の元となった。サインをする直前になって、鎌田の代理人たちはこの2000万ユーロという金額を、それよりかなり低い額、少なくともラチオ側はそう感じた、に変更してほしいと言い出したのだ。そして2日間、ほぼノンストップで交渉が行われ、ラチオはかなり譲歩もしたというが、結局このドラマは関係断絶という形で幕を閉じた。やっぱりそうよね。憶測になっちゃうけど、さっき時代は冷遇されてたのに今更必要と言われても、気持ち的には結構冷めていて、いつでも移籍できるようにしたかったのかもね。憶測に過ぎないけど、最終的に破談になるまでそこを譲れなかったことは事実だな。鎌田はフリーでラチオを去り、プレミアリーグに行くことになるだろう。クリスタルパレス。彼らが鎌田と契約を結ぶ日は近い。そこにはオリバー・グラスナーがいる。彼のことをよく知り、中盤のインサイドとしても、ファンタジスタとしても、彼を高く評価した最初の監督だ。二人は今年創設120周年を迎えるクラブのホームスタジアム、セルハースト・パークで再会するのだろう。グラスナー監督はフランクフルト時代の恩師ね。鎌田はそこで躍進した。今回なんとも複雑な気持ちになるのは、両クラブともに監督は鎌田に絶大な信頼を寄せていること。しかしラチオというクラブ、首脳陣だけは違うようだ。鎌田は今シーズン、ラチオで38試合、チャンピオンズリーグ、コッパ、イタリアを含む、に出場し、2ゴールにアシストを記録している。前監督マウリチオ、サッリの下では控えだったが、プドールが来てからスタメンに定着した。4月の終わり近くには、鎌田はラチオ残留についてこのように語っていた。やっとチームの力になれるようになって、本当に嬉しい。ドイツでもやはりこんなプレーをしていた。だから今はとても居心地がいい。監督が僕を信頼してくれて、僕のプレーをよく見てくれているのを感じている。幸せだ。チームにも慣れて、これからいろいろなことができるはずだ。彼の言葉すべてが、ラチオに残ることを示していた。しかし、彼は最後にプロジェクトを変えたのだ。監督交代で状況が激変したのよね。ラチオの新監督となったプドールも鎌田を信頼していた。しかし、ラチオの SD アンジェロ・ファビアーニはこの鎌田側のこの対応について、クラブの公式チャンネル、ラチオ・スタイル・チャンネルで激しい口調でこう述べている。更新の期限は昨日で切れたが、彼らは解約金についての主張を繰り返した。私は誰の脅しも受けない。恐喝には屈しない。だから私は彼らにこう言った。出口はあそこです。ご不満なら自由に出て行ってください、とね。もし私が、彼らの度重なる要求を飲んでいたら、結局、ラチオは100ユーロで彼を他のクラブに渡すことになっていたろう。これは到底受け入れられない条件だ。ラチオに来る者はラチオのプロジェクトを尊重し、ラチオを愛する者でなければならない。代理人も選手もそのことを理解すべきだ。恐喝、などという強い言葉を使うのは、かなり立腹している証拠だろう。随分な言いようだけど、クラブ側も選手を愛して尊重すべきだと思うけどね。フリーで獲得して冷遇してたのによく言うわ。結果的にフリーで獲得してフリーで出ていかれる。ぶっちゃけ解除金の要求に応じた方がラチオも利益あったような気がするが。確かに、ラチオとしては移籍前提の態度が面白くなかったんでしょうね。そこで意地になって、こんなとこでブチギレしてるんだから出て行って正解じゃない？クラブがこんな感じだと先が心配だし、鎌田はいい決断をしたんじゃないだろうか。
一方でこの問題はラツィオにとってかなりの影響を与えたようだ。一方、ブドール監督はどうだろうか。サッティの元で干されていた鎌田をスタメンとして使い、自らの 3-4-2-1 の鍵となるポジションを与え、ゲームを創造するレジスタの役割を任せた。つまりプドールは鎌田を中心としてのチーム作りを考えていた。これさ、監督からしたらたまったもんじゃないわよね。鎌田中心で来シーズン考えていたのにこれでは話が違うってならない？まさにその通りで、こんな状況になってる。今、彼はそれらを全て変えなければならない。寝耳に水、いやまさに大技で返された感じだろう。新たなチームをまた一から作り上げるのは困難だ。それもあってか、フォルメットから伝え聞く限りでは、プドール自身もラツィオに残るかどうか試案中だという。鎌田ショックがチームに与える影響は大きく、チームの空気は今、かなりピリピリしている。ラツィオは7位でリーグを終え、ヨーロッパリーグの出場権を手に入れた。つい数日前まで、来季に対する期待度はとても高く、プドールの下、ヨーロッパリーグ優勝、チャンピオンズリーグ出場、もしくは数年後のスクデットを目指して、新たなラツィオの時代が本格的に始動すると思われていた。しかし、鎌田の件が全てをひっくり返してしまった。まだ事態の全てを消化しきれておらず、今日のフォルメットの天気は晴れない。なんだろうこの泥舟感。ラツィオやばそう。この選択が正しかったかはこの後わかるだろうけど、鎌田が仮に残留していたとして、そこで幸せになるかと言ったら違う気がする。SD の態度を見るに残留したら不幸なことになりそう。少なくとも現段階では移籍して正解と言えそうね。ではみんなの反応いこうか。今のセリエ A で7位のチームでは、解約金30数億というのはちょっと、と思ったのだろう。要するに、鎌田にとってはステップアップのためのチームに過ぎないのに、高額な解約金が足かせで身動き取れなくなるのはごめんだと。まして昨シーズンの使われない状況があっただけに、使ってもらえないのに保有されるだけって本当に選手のキャリアにとって最悪だから。結局、サッティの失敗が響いた形だね。今さらフロントが怒るのはそれはそれで理由があるんだろうけど、鎌田にも将来がまだあるので、仕方ないと思う。とにかくプレミアで頑張ってほしいですね。サッティの時はフリー移籍の難しさを痛感させられたわね。そこから大きく状況は変わったけど、その時の記憶は残ってるかもな。フリーで加入し、シーズンの大部分をベンチで過ごしたにもかかわらず、不遇の時も常に準備を怠らず、監督交代を、素晴らしいパフォーマンスで見事に期待に応えた選手に対して、ねぎらいどころか、こんな話を大々的に公言するチームは早々に見限った方がいい。長く在籍した選手までもが不満を口にするのも納得。一番気になったのこれだわ。SD がこうやってブチ切れるのやばいって。しかも一方的だからな。鎌田側からラツィオの悪口は出てない。不満もあるはずだが、不公平というか子供だよな。やってること。ただ鎌田選手をラツィオはフリーで獲得していたし、リーグ中盤までほぼ干された扱いだったしね。確かに新監督が来て状況は変わったものの、シーズン前のミラノとの契約交渉も含めて、イタリアサッカー界が自信に合わないと感じたのかもね。とにかく契約は全うしたしね。こんな月末もあるでしょう。月末？シーズン前半干されて2ゴールにアシストの選手が移籍したからといってここまで言うかね。もともと移籍金ゼロで取った選手それで出ていくときは30億置いてけとは欲張りすぎだろ。もう終わったことだから早くパレスと契約して落ち着いて活躍してほしい。これで鎌田、プドールもなくしてルイスもいなくなったら来季ラツィオはガタガタになるんじゃないかな。まあ来季インテル、ミラン、ローマとどんな試合をしてくれるか楽しみだったのはあるけど仕方ない。プレミアで鎌田がどこまでやれるか期待したい。ラツィオが来季うまくいくとはとても思えんな。中心選手もいなくなったし、監督も去就が不透明。嫌な予感しかしない。プドール自身もラツィオに残るかどうか試案中ここも結構大きいのでは？残留してもまた監督変わってベンチ矢印移籍希望しても高額な移籍金で動けないこうなりたくないと思うだろう。27歳では次の移籍には慎重にならざるを得ない。解除金にやたらこだわってるところを見ると、鎌田はクラブにそこまで愛着がないのがわかるな。むしろラツィオでの扱いからどうやって愛着が出るのか知りたいわ。もともとはフリーで獲得したわけだからね。しかもフロントが悪いわけじゃないけど当社は干されていたわけだから鎌田側も向上権を得ようとしていただと思うけど、当初はミランのはずだったのがゴタゴタしてのラツィオ、イタリアの空気が合わないって思ってもしょうがないよね。それよりも恩師のいるチームって思うのが普通かな。当社、結局鎌田にフリーで出ていかれることになったわけだから、契約解除金を妥協して3年延長した方がマシだっただろうに。まあ、ロケイトとサッピのゴタゴタといい、チーム内で対談希望者が続出している件といい、こんな風にラツィオのフロントがガタガタだから鎌田側もいざという時に泥舟から逃げ出せる手段が欲しくて契約解除金の引き下げを要求したんだろうけどな。これクラブにフロントに問題ありだね。プブールもいつまで監督でいられるかわからんし、そんなクラブなら鎌田も出て行った方が良い。プブールもボローニャ行けたらステップアップだし、ウィンウィンよ。ただ、アンデルソン、アルベルト、グエンドウジを揃って失ったらラツィオは中堅以下のチームになるかも。まあ、なるようにしかならないさ。移籍した後に前のチーム気にする必要もない。鎌田はこの SD のブチギレを公開させるような大活躍を見せてほしいな。本当は海外の反応までやるつもりだったけど、長くなっちゃったわね。18時にそれを投稿するよ。ぜひチャンネル登録して待っててくれ。
高評価ついでにコメ欄で今回の件どう思ったかも聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。